沼津市所有の土地を有料駐車場として貸し出していたとして、市が市議に対して利益を返還するよう求めている問題で、頼重秀一市長は提訴に政治的な背景はないと強調しました。市議会議員でいらっしゃる、公的な立場でいらっしゃる方だからとか、市民だからだとか、事業所だとか、そういうことではなく、あくまでも法の下に公平公正にやる、これが望むべき姿であり、そのことをやるべきであると考えています。沼津市によりますと、山下文子市議は自宅の敷地に隣接する市が所有する土地を去年9月まで月決め駐車場として有料で複数の人に貸し出していました。沼津市は山下市議に駐車場の貸し出しで得たおよそ10年間の利益の返還を求めたものの、応じられないという回答があったため、およそ200万円の支払いを求め提訴する議案を提出しています。沼津市の頼重秀一市長は今日、市が市議を提訴するという異例の状況について心境を問われ、市議だからということではなく、法の下に公平公正にやるべきことと述べた上で、提訴に政治的な背景はないと強調しました。また山下市議が問題の私有地は父親が市から払い下げられた土地と主張している点について、市の担当者は双方のやり取りはあったと認める一方で、最終的に私有地の払い下げの申し出はなかったと反論しています。